ですね。慌ててやったというよりは。ここに目のとこ出てきてるんですけど。あ、出てきます。これに来たのは4時40分。ってことは1時間、1時間20分でデジパとカラーとかと。すごいね。さっきのなんかスプレーでやったらなんかできそうですよね。そう、うん、すごくいい。このスプレーいいわ。いいっすよね。うん、うん、なんか消せた方がなんかいけない。うん。クレームつけようがないですか。うん、全然すごいんだけど。でも次できないですかね、この。本当？このやった時地味な地味な縮まるの。じっくりやっても次は怒ってるじゃん。何言ってる。そうだ。確かに。顔。わかんないのに、なんとかたまかかんないですからね、なんか髪痛みすぎて。いや、たぶんあの、24で痛んだやつが余韻だ、この辺ってもう何年か前のやつ。まだあるの？あ、わかんないけどね。それは、余韻がちょっと残ってるんで、ちょっと高くなってますね。でもだいぶ、ちょっとずつ良くはなってますけど、根元の毛は痛んでないので、うん、ちょっとずつ伸ばして綺麗にしていけば、このパンがあったら大丈夫です。大丈夫、そんな痛まないですね。ちょっと軽くなっていいわ。本当ですか。ちょっと後ろ見せます。うん、いい、大丈夫ですか。うん、もうスタイリングちょっともう時間的にちょっとおしゃれだってやってます。あ、大丈夫です。はい。